久しぶりだね。ね、前回ねドタキャンしてさせていただいて、前回はそうココちゃんを夜中に運んだんだ。そう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 。お腹がパンパンパンに膨れちゃって、で最初いつもみんな先端の子たち連れて行った救急病院で、もう危険な状態です、すぐ入院ですって言われて、医学長で。腸捻転とか腸閉塞とか起こしたらもう時間の問題で死んじゃいますって言われて、えーと思って、でもなんか言ってることがなんか数日も合わないなと思ってで、まあ、で胃の薬とガス出すやつだけ注射打ってもらって帰ってきて、次の日連れてったら、この世絶対腸捻転なんかになるわけないだろとか言って怒られて本意でねえねえココちゃん、そうなんだ。でもね、本当にね、そのお腹がもう幅が広がって全部膨らんじゃって、びっくりしたよね。なかった。で、吐きたいんだけど吐けないって言って、はい、ネットで調べたらもう腸閉塞か腸捻転とかって言って、嘘と思って。救急行ったらそれまた言われて、そしたらね、本意ではね。ネットなんか信じちゃダメだよって言われて。まあ確かにそうだけどね。でも先生も言うし、救急の先生も言うんだったら分かんない、もう。もう分かんないね。本院連れて行くまで大丈夫なのかっていうのを知りたいって言ったけど、うん、危ないって言われちゃって、とか言って。でもなんかね、いい意味で、はい、一番最悪な状態を救急は言うんですって。ああ、なるほど。そうそう、安全を見てね。見てないと余計わからないのかもしれないですけど。そうそう、でも経験上絶対こんなに膨れても ならないよ、これは。とか言われてね、ここちゃん。ねえ。でもね、もう救急着く頃にはちょっとお腹が少ししぼんでたので、先生に言ったらね、うん、いや、甘く見ちゃいけませんよって怒られて、すっごい怒られて。ないですもんね。うん、自分猫だって一回なんか転換っぽいの起こして、病院着くとやっぱり戻るっていうか、結局原因は分からなかった。でもね、腸マッサージしたんですよ、その病院行くまで、はい、いろんな救急手配していて、そしたらね、その間にね、プッ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 って流れ出て多分ね、食べ過ぎだと思う。食べ過ぎで救急だもんね。ねえ、よかったね。でも、よかったよかった。一番元気だよね。よく食べて。よかったね。おシャンプー行きたがってね。寒いのにすごいね。なんか老犬ってなんか病院行くたびにもう復活しないのかなって思っちゃって。ね、怖いですよね。でも悪い母親だね。友達のワンちゃんも二十歳で、でも毎回痙攣起こしちゃうけど、病院行くたんびに復活して戻ってくるって言ってたから。そう、やっぱり転換とか痙攣って、ね、うちも18歳で脈拓がやっぱりね、なりましたもんね。でもインスタとか見てると結構二十歳の子、結構いてすごいなと思って、二十歳で自分でご飯食べてる子とか。そう、今すごいですよね。でもやっぱりストレスフリーがいいんだろうな。どういう育て方したの？いや、表で歩かないココナもここではちょっとだけどラウンドするので、はい、それだけでも歩くだけでも筋力違うので、確かにそうですね。気持ちがいいんだ。だったね。本当が好きなんですね。マイナダックスも好きだったな。ずっと出たがらなくって。なんかダックスちゃん結構好きな子多いかも、ね、気持ちよかったね。ワンちゃんを全部入れる、なんかこう乾かすやつあるじゃないですか。はい、あれどんな感じですかね。慣れれば大丈夫かって、私ね、首だけ出してもらいたいなと思うんだけど。あ、そうですよね。あれ買って結局入らなくてっていう。
ってた方もいて、入らなくて、なるほどね、うん、目とか乾燥しないのかなってちょっと思ってるんですけど。あ、そっかそっか、ココちゃんはドライアイだからダメだな、うん、やっぱりね、その子に合ったやつが ね、必要ですよね。なるほどなるほど。うちのスタッフがもうこのドライヤーの使い方、はい、これアップにしてましたよなこれ。はい、ココちゃんがチョッキンチョッキンしてもらってます。チョッキンチョッキンチョッキンなーで、チョッキンから出すよ。何が出るかわらん。まずじゃじゃーん、歯ブラシこれは歯磨き粉を買った時についてきたやつで、これは動物病院で買ったやつね。それともあんまり歯がないんだけどね、最初からで今回ママがちょっとね、1種類どこにあったか、3種類買ったのに1個じゃーん、なんだこれ。おーちゃんこれ匂い嗅いで、なんだ、お、初めて出す。これ指のサイズ合わないとどうすんだ。これ歯磨き粉、ここが、あ、柔らかい、柔らかい。これでもももの口入れたらおえってそうねえ、大きいねこれね。抜けない。なんかあのオーガニックのコットン、あの出てきたやつを使ってて、それねだとね、なんかブラシがね欲しかったんです。これだとね、ももがねダメなんですよね、怖がっちゃって。それで、あれ、じじーん、乳がいる、何でも乳がいるこれのね、なんか違うやつ、同じようなので違うやつを買ったんだ。多分あの毛の柔らかさとか長さが違うんだと思う。え、何これ、これ全部ビビ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 ビ、匂い嗅いで、クン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 、そういうとこじゃないよ私は。もうカットしてもらったのよねえ、ママ何やってんの、これどう、これなんか最初にやってもらってたの、なんか指にはめるやつ、なんか布みたいにやってもらってましたよね。そうです、歯ブラシ難しいですよね。うん、難しいです。そっちのことじゃ歯がないから、ももなんかはもうほんとちっちゃい歯がなんかあっち行ったりこっち行ったりとかして、すごい。なんか指に貼るタイプもあるみたいですよ。あ、そうなんだ。うん、すっごいちっちゃいやつで、ここにこうやってなんかへーって指に貼って、そしたら使い捨てだし衛生だし素敵だし、そうだよね。うん、すごいいい大きさだった。これ洗剤で洗ってから、あのパパの歯磨き粉ちょっとつけてママの歯磨き粉使わないのね。パパの安い歯磨き粉つけて洗ってんだけど、結構ねこれあのなんだろう、歯磨き粉変えたんですよね、種類ね、言えないんだけどなんかボイすごいお高いのからお高いの使ってたんだけどその時についてて、なんか大きいのがいいのかなと思って、これ人間もなんかいけそうな感じ。でも動物病院で買ったのはこのサイズ。でも人間やらかいかな、でも硬さがあるのかな、ねえ。ママちゃんはやっと口の中少し最近慣れてきてくれて友達してくれないんで、あ、でもこれはねちょっとね、あのママはおえってさこっちが当たるとなんか、あ、でもなんか、あ、なんかね、舌をね、こっちで多分きれいにするんだと思う。よく考えるね。人間と同じでやっぱり歯茎のマッサージも必要ですかね。うん、した方がいいと思います。ねえ、ココちゃん。ココちゃんの歯、大きいのが残ってるからやりやすそうなんだけど、やらしてくれる？はい、ということですそれだけです、すいません。もう
あれやこれやんだってもうネットでいつも見てて、絶対ね、なんか数間違えたりね、なんかそれから一応何パターンか買ってみたんだけど、結局は子供たちがのこれなら OK っていうものを探すまで見つけるね、ママね。なんかオーガニックコットンになんか収まりそうな気がする。ここちゃん、ちょっとママ邪魔だから向こう行くよ。ここちゃん寝そうなんだけど、ここちゃん寝そうなんだけど、こんなに早くやってくれる人いないよ。あっという間に、あっという間にティファールだよ。ねえ、上手だもんね。ここにカワソキあると、ここになんかワンコ入れたのかって言われそうな気がする。入れてないです皆様、これは入れてないです、本当これには入れないですよ、お願いします。はい。大きさ的にそう、そうそうそう、これには入れないですよ。はい、入れないです、洗濯物です。でも食べないし、コットン来た、コットン来た、はいどうぞ、はいどうぞ。あれ、thank you.